ネットフリックス、ネットフリックス、ネットフリックスはアメリカ合衆国のオンライン DVD レンタル及び映像ストリーミング配信事業会社。アメリカ合衆国の主要な IT 企業での一つである。本社はカリフォルニア州ロスガトスに置かれている。10万種類、延べ4200万枚の DVD を保有し、レンタル向けに1、600万人の顧客を得ている。また、 ストリーミング配信では既存のコンテンツに加え、独占配信やオリジナル作品も扱っている。2017年12月の時点で190カ国以上で配信事業を展開する。アメリカのほか、オランダ、ブラジル、インド、日本、韓国にオフィスを構える。ネットフリックスは1997年8月29日、現 CEO のと、 ソフトウェア会社の役員だったによって、カリフォルニア州、スコッツバレーにて設立された。創業時の資本金は250万ドルで、初代 CEO にはランドルフが就任した。オンラインでの DVD レンタルサービスを事業とすることを思いついたのは、ヘースティングスで、かつて彼がアポロ13のビデオテープをレンタルした際、返却期限に間に合わず40ドルの延滞料金を支払った経験が、 きっかけとなっている。1998年、ネットフリックスは、わずか30名の従業員とともに、ウェブサイトによる DVD レンタルサービスを世界で初めて開始。当初扱っていた作品数は925タイトルで、1週間レンタルに月4ドル、送料、手数料として2ドルを支払う仕組みになっていたが、1999年9月、 定額制のレンタルサービス、マーキープログラムを開始。月額15ドルで DVD を本数制限なしにレンタルできる。このサービスは、延滞料金、送料、手数料がすべて無料という当時としては、画期的なアイデアだった。以降、ウォルマートなどのライバル企業が同様のサービスで参入したが、2012年に、キオスク型でのレンタル事業を展開するに明け渡すまで、 DVD レンタル業界一位の座を守り抜いていた。この年には本社を現所在地のロスガトスに移している。2000年、ネットフリックスは会員の評価に基づき、各会員におすすめの作品を提示するレコメンド機能を導入。同年にはレンタルビデオ店チェーンのブロックバスターに5000万ドルで自社を売却するという旨の申し出を行っているが、ブロックバスター側が断ったことにより、 買収はされなかった。この時期、ネットフリックスは、アメリカ国内に60万人の会員を抱えるまでに、成長しており、2002年には新規株式を公開して、ナスダックに上場。普通株式550万株を15ドルで売却し、さらに追加で82万5000株を同額で、売却した。2003年度の会計では、売上高2億7200万ドル。 純利益650万ドルを計上しているが、2004年に取締役員を務めていたランドルフが職を退き、会社を去った。2005年には会員数が420万人を突破。扱う作品数も3万5000タイトルにまで増え、毎日100万枚もの DVD がネットフリックスを通じてレンタルされるようになった。2007年1月、ネットフリックスは、 自社のコアビジネスをそれまでの DVD レンタルサービスからビデオオンデマンド方式によるストリーミング配信サービスに移行。2008年から2010年にかけては大手メーカーと提携しゲーム機、ブルーレイディスクプレイヤー、インターネット接続テレビ、アップル製品を及びその他デバイスでの配信に対応していった。しかし2011年9月、ネットフリックスは自社のサービスから DVD レンタルサービスを独立させ、クイックスターというブランド名で提供することを発表。DVD だけでなく、Xbox 360、B、PlayStation 3専用のゲームタイトルもレンタル可能にする予定だったが、利用者からは、同社が、ストリーミング配信サービスと合わせて、それぞれ7ドル値下したことについて、不満の声が上がり、第3四半期には、 約80万人もの会員がサービスを解約。さらに、クイックスターという名前自体が、すでにツイッターの個人アカウント名として使われている、子が判明。翌月には、計画すべてを廃止することとなった。2012年10月には、エミー賞より、ストリーミング配信を世に広めた功績が称えられ、同賞の技術開発部門であるを受賞。また、第4四半期には、 アメリカ国内でのストリーミング配信サービスの利用は2、710万人に増え、売上高は9億4500万ドルとなった。2013年、インターネット界のアカデミー賞とも呼ばれる、ウェビー賞のメディアストリーミング部門で、ウェビーアワードと、ピープル、エスボイスウェビーアワードのダブル受賞を果たした。2014年4月、ネットフリックスは、 アメリカでのストリーミング配信市場において32.3%のシェアを獲得。同年6月には企業ロゴのデザイン及びウェブサイトの UI を一新するリブランディングを行い、7月には全世界の会員数が5000万人を突破した。ストリーミング配信で成功を収める一方、ネットフリックスは既存作品の配信だけでなくオリジナル作品の制作にも乗り出すようになる。 中でも同社が2013年に配信を開始したドラマハウス・オブ・カード野・ヤ望の会談はケビン・スペーシーやロビン・ライトら有名俳優を主演に据え映画監督のデビット・フィンチャーがシリーズの制作葬式を務めたほか制作費として1億ドルもの巨額が投じられたことで話題となった。また従来のテレビ放送のように毎週1話ずつではなく 一クール前話での一挙配信を行ったことにより、アメリカ国内では俗に言う、一気見をする人が続出、社会現象となった。続いて制作された、オレンジ・イズ・ニュー・ブラック・ベイの中の彼女たちもヒットし、同2作は、ドキュメンタリー映画、ザ・スクエアも含めて、プライムタイム・エミー賞で31のノミネートを獲得。ハウス・オブ・カード・ヤボーの階段は3つのプライムタイム、エミー賞を受賞し、 オレンジ・イズ・ニュー・ブラック・ベイの中の彼女たちは2014年に7つのクリエイティブ・アート・ヤミー賞を受賞。これにより映像コンテンツ制作会社としての地位を確立していった。2015年2月、ネットフリックスは2016年末を目標とするグローバル展開の一環として日本でのストリーミング配信サービスを開始することを発表。それと同時に日本法人として ネットフリックス株式会社が設立され、ストリーミング及びパートナーシップ最高責任者である、グレゴリー・ K ・ピーターズが、同社代表に就任した。6月には、富士テレビとのコンテンツ制作提携を発表し、同局の人気番組、テラスハウスの新シーズン及びオリジナル番組、アンダーウェアの制作、配信を行うとした。8月には大手通信キャリアである、 ソフトバンクと業務提携を行い、ソフトバンクのユーザーを対象に申し込み受付から料金請求までを一貫して提供するサービスを開始。9月に日本でのストリーミング配信サービスが開始された。2016年1月には国際家電見本市コンシューマーエレクトロニクス省において新たに130カ国以上の国での展開を行い、全世界に ストリーミング配信サービスを提供すると発表。同年末には会員がオフラインで選択した動画をダウンロードして視聴できる機能が追加された。2017年7月、同年度の第2四半期決算の発表とともに、全世界の会員数が1億人を突破したことを発表。8月にはアメコミ原作者であるマーク・ミラーが代表を務める大手漫画出版社を買収した。 オリジナル作品においては、2015年2月に行われた第87回アカデミー賞において、俳優のレオナルド・ディカプリオが制作総指揮を務めたドキュメンタリー作品、ビルンガが長編ドキュメンタリー賞にノミネート。同年10月に配信された、ネットフリックス初のドラマ映画、ビースト・オブ・ノー・ネーションは、同作に出演したとイドリス・エルバが英国アカデミー賞、ゴールデン。 グローブ賞、ナショナルボードオブ、デビュー賞での男優賞や、ベネツィア国際映画祭のマルチェロ・マストロ・ヤンニ賞など、数多くの栄誉ある賞を受賞、またはノミネートを獲得した。2017年2月には、ホワイトヘルメットシリアの民間防衛隊が、第89回アカデミー賞において、短編ドキュメンター賞を受賞。サーティンス憲法修正第13条隊が、長編ドキュメンタリー賞に、 ノミネートされた。同年5月には、オクジャ、オークジャ、マイヤーウィッツ家の人々が第70回カンヌ、国際映画祭のコンペティション部門に、ウェブ配信の作品としては初めて出品されたものの、フランスでの劇場公開が確約されなかったことによる、現地工業会からの反発や、審査委員長を務めた映画監督のペドロ・アルモドバルが、記者の質問に対する形で、個人的には、 劇場公開される予定のない映画は最高賞パルム、ドールのみならず他のどんな賞を受賞するべきではないと考えるとの発言をするなど大きな波紋を呼んだ。また2017年8月に東京国際フォーラムで開かれたイベントネットフリックスアニメスレート2017では自社のアニメ作品への取り組みを紹介。 プレゼンでは50社以上のスタジオと制作を進めている。他、オリジナルも含む日本発のアニメ作品を2018年に配信していくことを発表した。アメリカ以外では五国にオフィスを置き、中華人民共和国やシリア、クリミア、北朝鮮を除く世界190以上の国で配信サービスを行っている。ただし、中華人民共和国では、 1J にオリジナル作品のライセンス提供を行っている。2010年よりストリーミングのみのサービスを開始した。2011年にはカリブ海地域、メキシコ、中南米でもストリーミングサービスを開始。上記の通り、2015年9月1日夜からストリーミングのみのサービスが開始された 4K コンテンツも同日配信開始。 同年以降に発売される一部のテレビは、ネットフリックス対応となり、リモコンには専用ボタンが設けられた、後日。配信される作品は、フジテレビとの共同制作による、テラスハウスの新シーズンや、アンダーウェア、火花といった、日本オリジナルの作品が、インアップされた。サービス開始告知には、ネットフリックスが、制作会社と直接契約し、 海外での独占配信権を取得しているアニメ、シドニアの騎士の本編映像を使った動画が配信された。また2016年には日本放送協会、NHK とドラマ、東京裁判でパートナーシップを結んだ。2018年8月23日、日本進出後の3年間で初めてとなる値上げを発表した。2018年9月1日、 ドキュメンタリー番組ダークツーリストにて福島県を取り上げたが一般の食堂で出された料理に被爆食材かもしれないとコメントし場所も示さないままツアーを断念せざるを得ない高い放射線を検出したなどの内容での放送だったこれらはネット上や海外メディアでも取り上げられため福島県と復興庁が風評被害はおるかのような表現に対応するため検討を始めた と報道された。2012年より、イギリス、アイルランド、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、フィンランドでストリーミングのみのサービスを開始。2013年にはオランダでも開始。パソコンで手続きできる。ウェブ上から QQ と呼ばれるレンタル希望一覧リストに登録すると、指定した宛先に DVD が配送されるシステムになっている。 Q には借りたい作品を200タイトルまで登録しておき、レンタル可能な作品のうち、リスト上位にある作品が配送されるのが一般的である。DVD は不織布のカバーに入って、紙の封筒で届くため、破損することもあるが、その場合は送り返すだけで弁償する必要はない。返却はポストに投函することになる。ウォッチインスタントリー。 ウォッチインスタントリーの名称で始まった映像ストリーミングサービスでは DVD を借りることなく映画やテレビ番組、アニメ作品などを鑑賞できるパソコンや家庭用ゲーム機、スマートテレビ、ブルーレイプレイヤー等を使ったインターネット経由のビデオオンデマンドサービスである。ただし DVD レンタル事業が終了したわけではなく2011年には同社から双方の事業を 将来も並存していくことが発表されている。オンデマンドでテレビ番組を見る際、エピソードを毎回選び直す必要はなく、任意のシーズンボックス内で前回鑑賞し終えたエピソードの次の回がデフォルトで表示される。また、フレンズという機能では登録した友人が現在何の DVD を保持しているのか、またどの映画を急に入れているのか、鑑賞した映画に どのような点数をつけたのかまでわかる仕組みに行っている。日本への参入では、ネットフリックスが対応するテレビのリモコンに専用ボタンを設けるようにという規定を設けており、2015年から東芝、パナソニックなどの一部機種が対応した。また電源がオフでも専用ボタンを押すと、テレビが起動するようにもネットフリックスにより定められている。 一部のコンテンツは 4K でも配信されており、同様の配信サービスである、光 TV4K や、4K アクトビラ、CS 放送の、スカバー。4K と同じ、H265、ヘベックでエンコードされる。また、他国でのサービスと同様に、パソコン、スマートフォンタブレット、iOS、Android、Windows Phone、ゲーム機、PS3、PS4、 Xbox 360、Xbox One、Wii U、メディアプレイヤー、Apple TV、Chromecast、Android TV、Fire TV、Fire TV Stick、Netflix 対応 w d プレイヤー、2015年以降、発売の対応製品等でも視聴ができる。革新的レコメンド機能を搭載し、個人視聴履歴だけでなく、6500万人以上の、 会員を抱えるネットフリックスオリジナルのアルゴリズムを活用することで世界各国ではユーザーの75%がレコメンド結果か主張している配信作品のラインアップはサービスを行う国、地域によって異なるが以下のように分類される複数シーズン、シリーズにわたる作品の場合シーズン、シリーズごとにネットフリックスでの配信が契約される ネットフリックス、オリジナル作品は、全世界的に配信されることが多いが、以下の理由により特定の国、地域に限定されることがある。例えばドラマ、ハウス・オブ・カード野・ヤ望の階段はネットフリックス、単独発注で制作されたオリジナル作品だが、公開された2013年当時、ネットフリックスは、日本未上陸だったため、他社が放送ライセンスを有していた。その結果、 ネットフリックスが日本でサービスを開始した2015年9月当時、ハウス・オブ・カード・野望の会談は日本のネットフリックスで主張できなかった。その後、ネットフリックスが日本のライセンスを買い戻し、2016年3月4日より、当作品はオリジナル作品として日本でも配信されるようになった。日本で制作されたネットフリックスオリジナル作品の配信ライセンスには、 以下のようなパターンが存在する。2008年1月時点で金額ベースでネットフリックスオリジナル作品の約半数に上る買い付け、制作をが担当していた。当時のネットフリックスは DVD レンタルサービスが事業の中核を占めており、ネットフリックスオリジナル作品はレンタル独占買い付けの意味合いも強く含まれていた。2008年7月22日、 ネットフリックスは例社の閉鎖を発表した。ネットフリックスが単独で制作発注した初の作品は2013年公開の政治ドラマハウス・オブ・カード野望・ヤボーの階段である。以降、ネットフリックスオリジナル作品の本数は急激に増大し、2016年時点で126本のオリジナルテレビ番組、映画が配信された。この本数は アメリカ国内のテレビネットワーク局やケーブルテレビ局をも凌駕するものである。オリジナル作品は映画、TV 番組、スタンドアップコメディに分けて以下で説明されている。オリジナル TV 番組の一覧は、オリジナル映画の一覧は、オリジナルスタンドアップコメディの一覧は。ネットフリックスではジャンルとして映画とテレビ番組、ドラマを定義しており、 ほとんどの作品はそのいずれかである。映画のうちネットフリックス、オリジナル作品は、アメリカのテレビ業界における、テレビ映画に対応し、シリーズではなく1話のみからなる作品であり、その大部分は、劇場公開されず配信のみである。複数話からなる作品はほぼすべて、テレビ番組、ドラマとなる。1話からなっていても、テレビ番組、ドラマの特別番組扱いの作品もある。 なお、スタンドアップコメディ作品のうち、1話からなる作品は、映画でも、テレビ番組、ドラマのいずれでもないとされているが、複数話の作品は、テレビ番組、ドラマとなる。ドキュメンタリーは1話の場合、映画、複数話の場合、テレビ番組、ドラマとなる。ネットフリックスはオリジナル映画を、映画祭に出品することがあり、 これまで劇場公開映画を対象としてきたカンヌ映画祭では審査対象から除外すべきか議論が起きている。また、ネットフリックスのオリジナル映画の中にはテレビ番組を対象とするエミー賞のテレビ映画部門に応募するものもあり、テレビ番組と映画を明確に分ける賞の仕組みを揺るがせている。プロモーションの一環として、あるいは映画祭の審査基準を満たすために、 短期間の劇場公開をすることもあり、日本初のネットフリックスオリジナル映画となったブレイムは配信開始日から2週間限定で劇公開された配給はクロックワークス。外部会社が劇場公開を目指して映画を制作した後にネットフリックスが全世界あるいは一部の国での独占配信権を購入しネットフリックスオリジナル映画として 独占配信する場合も多い。この場合、独占配信権を獲得していない国では、劇場公開される場合もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。